第92回日本インカレ、9月14日から17日、埼玉、熊谷スポーツ文化公園陸上競技場、1日目日本インカレの優勝者をチェック。日本インカレ1日目に女子1万メートル決勝が行われ、サラワンジル、大東大、が33分18秒93で優勝した。32分0秒が目標でしたが少し厚かった、と振り返り、5000メートルも頑張ります。 とに関意欲を示した日本人トップの2位に宮原七香、福岡大、が食い込み、周囲をあっと驚かせた。緊張や不安もありましたが、おじ気づかずに自信を持って仕掛けました。トラスト一周でユニバキンメダリスト、北川セール、大阪芸大、との2位争いを制した。福岡大若葉校出身の2年生。 高校時代は3000メートル9分41秒58がベストで、インターハイにも進んでいない。昨年の U20 日本選手権5000メートルで3位など力をつけると、日本インカレ5000メートルでも10位に入った。今期から1万メートルに挑戦し、これが3レース目。これまでのベストは九州インカレの34分35秒88だった。体力。 心配機能には自信があります。大分での夏合宿でクロスカントリーでスタミナを磨いてきた。持ち味を聞くと、陸上が大好きなところ、国せず走り続けられるのだと胸を張る新生。将来はマラソンに挑戦したい、と宮原。まずは、トラックの経験をロードに活かして、駅伝ではシード権を取りたいです、と全日本大学女子駅伝に向けて意気込んでいた。